えっと、仕事を成功させる秘訣は仕事を成功させる秘訣はえー、まあ、これは、人によって違うと思うんですけれども、僕は、えっ、ー、と、まあ、必ずね、成功するっていう方法を知らないので、これ、僕はっていうかみんな知らないと思うんですけども、えー、か、こうやったら必ず成功するよっていう方法を僕は知らないので、まあ、あの、障害大率、まあ、生存率を上げるしかないのかなと思っております。でもって、やっぱそれは、ね、もう月並みですがもう兵法ですね。 もう兵法の基本っていうかうんと、プロジェクト、チームの優先順位を、えー、決めた方がいいのかなと思っています。この障害代率を上げるっていうことを、えー、ゴールにすると、大切にしていかなきゃいけない順番ってもう決まっていて、えー、順番で言うと、まずは死なないですね。えー、1番目死なない、えー。で、2番目は戦わない。で、3番目はどうしても戦うなら勝ち戦しかしない。で、4番目は全力で戦う。もうこの順番ですね。ここを、えー、見誤らないというか、結構いろんな人がここ間違っちゃうというか、 もういきなり一か八かの勝負出ちゃうみたいな。そうするともう死んだら終わりなんで。死んじゃったら終わりなんで。まずは死なないとかいうことの方が大事。そのプロジェクト、どのプロジェクトもね、会社にしたって何にしたって、死んだら終わりなんで、まずは死なない。で、戦わない。競わないっていうことです。で、どうしても競うなら勝ち戦しかしない。逆に言うと勝ち戦になるっていうところまで追い込んで追い込んで追い込んでから、えっ、ー、と、戦に出るっていうことですね。で、えー、最後は、えっ、ー、と、一番、あの、最後の奥の奥の奥の手として全力で戦う。 まあこの順番を絶対に守るっていうことですね。あとは、そうだな、チームリーダーがうーんと、部屋の壁に張り紙しておいた方がいいのは、うん、とね 目先の売り上げを取りに行くと競合とぶつかるぞっていう <laughs>。これはもう、どの仕事もそうじゃないですかね。なんか目先、こうやったら売り上げ出るな、みたいな。こうやったらなんかわかんない、儲かるな、みたいなことをわーって言っちゃうと、もうそこにはもう人が同じようにですね、えっと、もう、あの、下心を持った人たちがガッと集まってくるので、あんまり、えっと、美味しくないなっていう。目先の売り上げを取りに行くと競合とぶつかるから気をつけろっていう。そういうとこかなと思っております。